Welcome back. In this video, can you guess the anime character by their feet? Let's start with an easy one. わかってるって。さっさと殺しちまうか。すげえだろ。大丈夫でしょ。Second question.なんでそんなに人を構うの？少し考えればわかるよね。自分のため。This is one of my favorite anime.今ここでエレンを追い詰めることに何の意味があるの？どうやって止めるんですか？ This should be very easy.お前らどうしたいんだ？変わってんなお前。どちら様で？埼玉だけど。Question 5。どんな勝負になるか分かんないうちから諦めんなよな。打ちつけゲームか。Do you know this character?オールマイトの学生時代どんな感じだったんですか？オールマイトによく似。Question number 7。俺をいつでも殺せるみたいな言い方だな。あんたを殺したいと。On to the easy questions.Let's continue. はい、どうもよろしく。残りは俺が倒すよ。問題ない。ま。Number 10。今のわざとですか？フルに決まってんだろ。どんまい。やべえやべえ。Can you get this?悪いけど、すぐ来てくれるか？お客さんと悪霊も、もう待ってるから。じゃ、頼む。You're doing great. さてさてさて、次はどっちがやる？果たしてそうかな？あいつら出て。Can you guess this character?These questions are a little harder now. そういうことを言っているんじゃない。君のその攻撃は私にとって無意味。Question 15.僕もいつも一人だよ。足りないんだよ。もっといっぱい化け物を倒す。Do you know this character?一番強いやつも、他のやつらも全員やっつけた。安心してくれ。Next question.映画や小説でよくあるパターンだ。だが牙を剥き向かってくるのは事実だ。Is this character familiar to you? お前らの出番はもう終わった。何がおかしいんだ？ Let's continue.この実っていう果物、ごめんって何度も言われるよりありがとうって。On to the hard questions. うまくいくかはわからないけど、別に反対してない。ここからが本当のリア。Question 21.ずっと書いてあった
ったのね。 This one is quite challenging. 主君が私を子供扱いするせいか。そうなのか。私は話題豊富だ。 Did you get that last one?何してんの、こんなとこで。私のために人を殺せる。バカなの。Can you get this?俺はちょっと戦闘が好きなだけの、ただの冒険者さ。その代わり、全力で来てくれよ。Number 25.間違いしないで。これは貸しよ。生涯かけて地べたを張って償うといいわ。ボーナスクエスチョン。あや、流す速度を上げようって話だろ。すげえな。雲一つね。That's all for today. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.